それではこれより記者会見を行います。にっおっす日本あっすニッポンの皆さん、こんにちは。私、トルクパンニスタンという国から来ました。グルパングロアテパンビチベルディムパンドフです。そうですね。長い名前ですね。すみません。もう一度言いましょう。グルパングロアテパンビチベルディムパンドフです。名前だけでも覚えて帰ってくださいね。トルクパニスタンという国がどういう国か皆さんはよくわからないでしょう。トルクパニスタンとは、ごめんなさい、ちょっとメモ読ませてくださいね。ごめんなさいね。日本語難しいだから。トルクパニスタン島は中央アジアにある国です。国土の半分は砂漠です。でもオアシスがいっぱいあります。ソ連崩壊後、独裁状態。ごめんなさいね。いや、そのですね、ソ連崩壊後、独裁状態の、独裁って言葉がトルクパニスタンではちょっとエロい言葉なんです。例えばこう使います。お前の彼女。超独裁だなって。ごめんなさいね。ソ連崩壊後、独裁状態にありましたが、今では解放路線を歩んで、歩んでダメ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 、歩んではトルクパニスタンでは超エロい言葉なんです。すみません、ちょっと落ち着くまで時間ください。もう超エロいな。もう超エロいよ。
トルクパイニステンの説明は頭に入りましたか？あ、入ってないですよね。やっぱり僕話すは苦手です。日本語難しいだから。あ、じゃあこうします。僕はダンス得意です。だからダンスでトルクパニスタンを説明します。砂漠天然ガスが豊富。政治家悪い。今は自由。もう一度、天然ガス。どうですか？伝わりましたか？いいですね。少しでもトルクパニスタンのことを知ってくれたら僕とても嬉しいです。日本の皆さんが大好きです。そんな大好きな日本の皆さんに知ってほしいことがもう一つあります。僕は聞いています。日本の皆さんはお米が大好きですね。主食ですよね。僕もたまに食べますよ。お米美味しいですよね。お米。でも僕はちょっとだけ違います。トルクパニスタンの主食はパンなんです。トルクパニスタンのパンはすごく美味しいです。僕はパンが大好きです。日本の皆さんもパン食べますよね。でも僕から言わせれば全然食べてませんよ。もっともっと食べられますよ。一度トルクパニスタンのパンを食べてみてください。おいしいですよ。試食にしちゃうくらいおいしいですよ。日本の皆さんが大好きです。そんな大好きな日本の皆さんにもっとパンを食べてもらいたい、その一心で。一心って言葉もちょっとエロいですね。まあそれは置いといて、僕は大好きな日本の皆さんにもっとパンを食べてもらうためにやってきたアイドルなんです。僕はグルパン、グルアテパン、ビーチベルディムパンド、改めパンデューアイドル、コロネです。